セルブロードバンドエンジンは、ソニーコンピュータエンタテインメントソニー、IBM、東芝によって開発された、パワー PC アーキテクチャベースの64ビットリスクマイクロプロセッサで、ある。エモーションエンジンの実質的な光景。ソニーは本プロセッサの光景を発表していないが、東芝は、光景として、レグザエンジンセーブを開発している。 また、IBM は本プロセッサの後継となるパワーアクセルを開発した。主に大容量データを高効率に処理するためのストリームプロセッシングを施行したプロセッサである。グパグプという概念がなかった頃に、プログラム全体の制御を担う汎用コアとデータ処理に特化した補助コアのヘテロ構成のアーキテクチャを実現した。セル誕生のきっかけであったスの家庭用ゲーム機である。 プレイステーション3を筆頭に、サーバーやワークステーション、薄型テレビ、映像制作機器などの様々な製品に採用された。また、米エネルギー省が保有するスーパーコンピューターの、ロードランナーや、ドアアーキテクチャーのプロセッサのみで構成されたシステムで、アルクパーゼが、スーパーコンピューターランキングトップ500のみならず、電力効率を競う。 グリーン500のランキングも賑わせた。セルは年々改良され、90ナノメートル65ナノメートル45ナノメートルと微細化された。なお、スはプレイステーション o 4にはセルを採用せず、AMD のジャガーコアを採用した。セルは、独自路が強く普及しなかったが、ヘテロジニアスマルチコアという構造は、2010年代に CPU と GPU を、 ワンチップに収めた AMD の APU 等で普及している。セルはマルチコアに分類され、一つのマイクロプロセッサに9つのコアを持っている。内訳には1個の汎用的なプロセッサコアと、8個のシンプルなプロセッサコアを組み合わせた、ヘテロジニアスマルチコアという形態を持つ。汎用プロセッサコアは、パワー PC プロセッサーエレメントと呼ばれる制御を担うコアで、 8個のコアは、シナージスティックプロセッサーエレメントと呼ばれる演算を担うコアである。PPE、スプともに、従来のパソコン向けのマイクロプロセッサであるパワー PC、G5 や Pentium4、アスロン64といった高度なアウトオブ、オーダー実行機能や、分岐予測機構を持つマイクロプロセッサとは異なり、命令を並べ替えたりするような、 複雑なスケジューリング機構を搭載しないことでコアを単純化し、高クロック化を実現している。そのため、複雑な条件分岐を伴う整数演算能力はパソコン向けのマイクロプロセッサと比べ劣るが、強力で高度に並列化された演算機能を備え、数値解析やシミュレーション、動画、画像処理、音声処理などにおいては、 複数のコアを並列に動作させることによって、セルの性能を発揮させることができる。また、仮想マシン支援機能が搭載されており、複数の仮想マシン上で複数の OS を互いに干渉させることなく、走らせることができる。通常の OS が動作する、スーパーバイザーモードの上位にハイパーバイザーモードがあり、仮想マシンを管理する最上位 OS はこの、 ハイパーバイザーモードで動作している。パワー PC はバイエンディアンだが、セルではビッグエンディアンで統一されている。パワー PC プロセッサーエレメントのブロックダイアグラム PPE は64ビットパワーアーキテクチャであり、命令セットはパワー PCG5 互換ではあるが、既存のパワー PCKCPU とは異なる内部構造を持つ新設計のコアである。 ミスレッドを交代に実行することが可能で、スレッドの切り替えが早いことから、OS の駆動などを受け持つ。また、アルティベックにも対応している。パワー PC アーキテクチャー、ブック I3 に準拠することが求められ、中には、ブック I3 でのオプション仕様が、PPE では必須になっているものがある。VMX もその一つ。PPE の不動小数点演算性能は、 IBM の示した布シミュレーションの例では、2.4GHz 駆動の PPE で、Pentium 4 3.6GHz 相当 CPU の20%程度のパフォーマンスしか出ておらず、不動小数点演算は得意ではないと言え、通常は SP などへのリソースマネージメントを行うことになる。セルの使用を満たすためには、最低一つは搭載することが求められる。 シナージスティックプロセッサーエレメントのブロックダイアグラム、スプアシムド K のアーキテクチャで、単精度不動小数点演算を4スロット同時に処理することができ、倍精度不動小数点演算を2スロット同時に演算できる。また整数も16ビット値を8スロット、32ビット値を4スロットの演算ができる。 以上のようなベクトル演算が可能な128ビット超128個のレジスタを持ちソフトウェアパイプライニングなど処理の最適化を可能とする。また、キャッシュメモリは持たず代わりに256基分のローカルストアと呼ばれる SRAM 専用メモリを持っており、そこにプログラムとデータを格納して実行する。SP はメインメモリ上のプログラムとデータを直接は使えず、 ドマを用いて、XDRDRAM メモリと LS 間の転送を行う必要がある。LS はメインメモリから独立したメモリ空間を持つため、キャッシュコヒー連子保持の仕組みが不要で高速化に貢献している。例えるなら常に L1 キャッシュに当たっている状態である。SP はメモリーフローコントローラーと呼ばれる制御ユニットに専用のドマコントローラーを持ち、 これによりスプは多量のデータを高速に処理するストリーム処理を可能とする。IBM の示した物理挙動シミュレーショントレンダリングの例では 3.2GHz の Pentium 4と比較し 2.1GHz 駆動のスプ1機で1.5倍、8機で12倍の性能差を記録した。 IBM の示したシミュレーションを Pentium 4 3.6GHz クラスの CPU で実装した場合との比較では3機のスプレペ entium 4 3.6GHz クラス CPU の2倍のパフォーマンスを記録した命令帳は32ビット固定である1機あたり 3.2GHz 駆動で 25.6GF ロップスの演算性能があるセルの使用を満たすためには 最低一つは搭載することが求められる。アイソレーションモードセキュリティ強化のため、スプは、アイソレーションモードと呼ばれる特殊な動作モードを備えている。これは、暗号化、複合処理や、CSS や、a スなどのデジタル著作権管理システムでの利用が想定されている。アイソレーションモードで動作するスプの LS 領域は、他のスプ PPE からのアクセスが遮断され、外部からの読み書きは一切できない。アイソレーションモードで暗号に用いる秘密鍵などの機密情報を扱うことで、他のプロセスからそれらを盗み取ることを不可能にする。スプは、アイソレーションモード用の移行、離脱命令を実行することでそのモードに遷移する。一旦、スプがアイソレーションモードに入ると、外部から、 可能な操作はそのスプで動作するプロセスの停止のみである。離脱命令及び外部からのプロセス停止が実行されるとスプのコンテキスト及びその LS に置かれたプログラムやデータは速やかに消去されるため機密情報が外部に漏えいすることはない。またアイソレーションモードで実行されるプログラムコードはそれが本来のものと改変されていないか検証してから 実行されるため、第三者による有害なコードを実行する危険性を排除している。プロセス間の干渉を防ぐ機構として、多くのプロセッサでは CPU モードを備えているが、スーパーユーザーなどの元も々ともと高い権限を持つユーザーが、有害なプロセスを特権モードで動作させた場合には、これを防止できない。アイソレーションモードは、このような場合でも、 機密情報を守ることが可能である。プロセッサコア以外に、ランブス社からライセンス供与を受けた、帯域幅 25.6GBS の新メモリ XDRD ラムのメモリコントローラとチップ間接続のための新インターフェースフレクシオも搭載する。フレクシオの帯域幅は最大 76.8GBS となる。 セル内のコアとこれらのインターフェース群は、やはり交代域のリング上内部バスエレメント、インターコネクトバスと呼ばれるもので接続される。インターナルインターラプトコントローラーのことであり、セル内部で割り込み処理を担っている。外部からの割り込み信号の対応や、内部の PPE や SP から発せられた割り込みを外部に伝えたりしている。エレメントインターコネクトバスのことであり、 セル内部のメインバスとして各部を接続している。現在の実装ではリングバス構造をしている。コア個数などを使用によって最適な実装が大きく異なるのでセル仕様の範囲外とされている。EIB としての役目が果たせるならば実装上の制限はない。2005年現在はコアが9個搭載されているが、これは セルブロードバンドエンジンアーキテクチャと呼ばれる、規格化された、拡張可能なアーキテクチャの一実装形態であり、これを1ポリエチレンとした4ポリエチレンなど多様な構成を取り得る。セルブロードバンドエンジンアーキテクチャ使用書では、PPE と SP がそれぞれ一つ以上が含まれることを要求している。さらに IIC、EIB がそれぞれ一つ含まれることを要求している。 東芝が2007年9月に発表したセルベースのメディアプロセッサースパーセンジンはスプを4個と MPEG-2H264 のエンコードデコード回路を搭載し動作周波数もセルより低い 1.5GHz 駆動という構成である CPU のニーモニックによってビット超故障が違っているがセルの場合は以下の通りになっているセルのは 通常のマルチプロセッサと異なりかく、スプが独立したメモリ空間を持ち、また分岐予測などのハードウェア機構を持たないため、その性能を十分に引き出すにはそれに合わせたプログラミングモデルを採用する必要がある。セルの開発者たちは次のようなモデルを提案している。PPE がシステムメモリー上のジョブ級を管理し、複数のスプにジョブを割り当てて管理する。 ジョブーからジョブをドマコントローラーを介してローカルストアに読み込むミニカーネルが各スプ上で走りジョブを実行した結果をシステムメモリに返し PPE と同期を取る各スプにカーネルを持ち共有メモリのタスクーを使い分散してスケジュールが行われるタスクの同期はミューテックスまたはセマフォにより実現される各スプは インプットストリームからの入力データに対してカーネル関数を実行し、その結果をアウトプットストリームに送る。これはシリアルまたは並列パイプラインを容易に実現する。このモデルはデータができるだけ長くローカルストアに存在するので効率が良い。最適化はシナージスティックプロセッシングユニットのインストラクションレベル自動シムド化。 共有メモリーモデルの自動並列化の3レベルがある。SPU のインストラクションレベルでは、ハードウェアで分岐予測を持たないので、分岐ヒント命令を少なくとも分岐の11サイクル、前に自動的にスケジュールする。共有メモリーモデルの自動並列化は、オープンアップで記述された一つのソースから PPE と SP に自動分割する。SP においては、コードは、 自動分割され、規則的なデータは共有メモリとローカルストア間のドマ、命令に自動生成され、不規則なデータはソフトウェアキャッシュにより処理される。ソフトウェアキャッシュはシムドを命令で実行される。セルコンピューティングとは、くたらぎ県によれば、以下の二つが要点となる。セルではこのリアルタイムな処理分散を実現する前提の設計がなされている。 スプが独自にスプ用メインメモリーであるとも言えるローカルストアを持っている理由の一つにはこの一環もある PS3 発売当初のスは PS3 を核とした複数の機器による家庭内ネットワークでのセルコンピューティングを提唱していたしかしくたらぎがス社長を退いて平井和夫体制になって以降はセルコンピューティングについて触れられることはほとんどなくなった 現状では、セルコンピューティングが行える環境は、整備されておらず、実現できる見通しも立っていない。プレイステーション4では、セルブロードバンドエンジンではなく他社製のチップを CPU に採用したため、セルコンピューティング構想は事実上放棄された形となっている。多数のコアを備えることにより、処理能力の向上を実現した、セルブロードバンドエンジンの登場は、 衝撃的であった。当時の PS3 に搭載されたセルブロードバンドエンジンのチップ全体のスループットは当時の汎用 PC 向け CPU の10倍程度に達した。その影響は大きく、インテルや AMD など CPU ベンダーはもちろん g p u ベンダーまでもコアを肥大化させてシングルスレッド性能を追求する方向からマルチコア化によって チップ全体での処理能力を追求する方向に転じた。GPU コアをセル BE のように汎用処理にも使用するというアイデアを展開していった。長崎セミコンダクターマニュファクチャリング株式会社は2008年3月3日に設立した東芝、ソニー、スの合弁会社。セルブロードバンドエンジン RSX。 東芝とソニーのデジタルコンシューマー機器等向けシステム、オンチップを生産する。製造設備は、東芝が2008年4月にソニーとソニーセミコンダクタ、九州株式会社から約900億円で購入した SCK 長崎テクノロジーセンターファブニの仮想の 300mm ウェハーラインが、東芝から対応されている。資本金は1億円で、出資比率は、 東芝60%、ソニー20%、ス20%。東芝とソニーは2010年12月24日のニュースリリースで、東芝が所有 CNSM が創業する SCK 長崎テクノロジーセンターの 300mm ウェーハラインをソニーに譲渡する胸の基本合意書を締結したこと、法的拘束力を有する正式契約は2010年度内早期の 締結を目指すこと、東芝、ソニー、スの3社による NSM の合弁関係は、譲渡に伴い解消されることを発表した。ソニーは2010年12月27日のプレスリリースで CMOS イメージセンサーの生産能力を倍増するために、東芝から SCK 長崎テクノロジーセンターの 300mm ウェーハラインを取得し、設備の一部を シーモスイメージセンサーの製造ができるように整備すること等を発表した。日本経済新聞では、東芝は世界2位のシェアである難度型メモリに経営資源を集中するため、不採算のシステム LSI 事業では、巨額の設備投資が必要な先端品のシステム LSI について、2011年度からは設計だけを行い、生産はサムスン電子に委託。 収益改善につなげるため、長崎工場はソニーに売却すると報じた。ありがとうございます。